今日も講演ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。本当にでもあのね見守っといてください。めっちゃ下から、ね、めっちゃ下からそんなことないよ、うん、だいぶ上だ結構上だ絶対見える方が下じゃないなんかさこう見える感じ。わかんない。こう正面だね。そう。おつみーた。めっちゃみんなで一緒に配信するの超久しぶりなんだけど。ね、めっちゃ久しぶり。それ何？これ新作？スイートミルクコーヒーだよ。コーヒーか。めっちゃうまい。あ、そうなんだ。パピコみたいな。パピコ最近好きなんだよね。マジ？最近の流行り。こんにちは、こんにちは。自分の中で。なんだっけ？ドスボンだって。ドスボン。ドスボンジェルじゃなくて。なんだろうね。ミルク多めにして、うん、ホワイトモカシロップ多めにして、氷少なめにする。あ、カスタムか。そう、めっちゃ甘くなる。いいね。美味しそう。美味しいよ。今日めっちゃさ、風すごいのに暑い。ね。うん。明日は28時間配信ですね。ね。8時間テレビか。8時間？そう、28時間。連絡来た。28時間ってさ、なんか面白くない？ね、24時間のさ、確かに4時間プラスしたみたいな。なんで28なんだろうね。うん、前回27でしょ。みゆちゃんどれって言われたんだけど。みゆちゃんどれ？どれ？みゆちゃんどれって何？どれって何？どれって何？おつみーたん、こんにちは。さつきち6時ぐらいに来るって。本当？うん、あ、そう、なんか15分に終わるの。さつきちのなんか筋肉痛になったらしい。え、マジで？なんだっけ、なんか反復横跳びして筋肉痛になっちゃったって言ってた。可愛かった。かわいいな。ちょっときついです。アイラブユーのギフトありがとうございます。髪型久しぶりにこの配信した、ね、あ、この時間に、え、なんか巻かなければいい。あ、え、ラジオでも、ラジオでも巻かなければ、巻かなければ、あの、なんかツインテールとか分かりやすいやつじゃなければ。ブログとかでもそうなの？ブログは巻かなければ OK やし、うん、そう。え、どうしよう。なんか多分ちっちゃくさ三つ編みとかさあんじゃん、ああいうのとかは OK だけど、あのラジオとかでツインテールはダメみたいな。あ、そうなんだ。イベントとかも、イベントっていうか、その CD のやつは CD？ あのさ、この間のさ名刺を渡し会みたいな、あれ多分ね、いいの、なんかストレートの、あ、でもなんかリボンとかつけたりとか言った。あ、そうなんだ。ピンとかってこと？え、そうで、あのちょっと三つ編みとかは OK だと思うけど、なんかブログはツインテールとか多分大丈夫だけど、あ、そう、巻くのは絶対ダメらしい。なるほどね。そう。どんな髪型しよう。え、いつもここ三つ編みだよね。うん、ね、自分でできるのすごいよね。ね、え、なんかそんな上からできないんだけど。裏しかできない。三つ編みしかできない。うん。ハートのギフトありがとうございます。みんなで配信。あれ？ね、今日ね、偉いんだよ。朝7時からさ、ドスボン課題やったの。いやー、明日までって勘違いしてきて、違った違ったの？やだ、悲しい。本当に焦った。ママに叩き起こされた。叩き起こされたの？起きなさい。まだ起きれない。起きれない？何時からだったの？今日は何時起きたの？え、でも起きたのは8時半。あー、でもまあ早いよね。まあ、こんにちは、こんにちは。最近早起き全然できないんだけど。え、無理だよね。やばい、本当にやばい。早起きって言葉いらない。え、それな。何してるの？何してるの？何もしてないよね今。ここにいる生きてるの生きてるの？誰と配信してるの？みゆちゃんとイティ。いいよ。はなな。そう、わかりますね。さ、スポーツやってきた。何やったの？さ、なんかサッカーと卓球みたいな。いいな。めっちゃできなさすぎてよ。卓球って難しくない？むずい。なんかあの小さいラケットにボールをぶつけなきゃいけない。そうそう、やばかった。ね、てか思ったよりできなくて、うん、あれ私こんなだっけ？本当にやばかった。あ、なんかこれさ、サッカー選手みたいじゃない？こうやってこの短い。いや、確かにあるよね。え、サッカー選手さ、うん、
こうやって前髪こうやって止めるよ、ね、ああやってる。ちょっと浮かない、なんかバンドみたいな。ああ分かる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 。どうしよう。みゆちゃんの名前フルネームで言えるんだって。そう、あの松川みゆでしょ。みゆちゃんの本名言えなかったんだ。松川みゆ。松川みゆちゃん。みゆちゃんの名前忘れちゃったから前。今日は何やってました。今日はね学校行きましたよ。みゆちゃんの生徒さんに出たの。そう。出れないんだ。ね、やだー。なんだよ、ね。出る？出るよ。出るけどねえ。出たかった。一緒に出たいってずっと唱えてたのに、ね、マジでずっと唱えてたんですよ。いやでもずっと言ってたのに、サプライズで行っちゃおうかな。見に来ればいいじゃん。行こう。え、うん、来て、すごいよ。来て来て来て、行く行く、スタッフさんにお願いする、うん、来て。それいいよ。そうだよね、よ来れるよね、だって行ける行ける行ける、うん、うん、そうだね、みんな呼んで。え、いつ？わかんないね、土曜日か日曜日だか、うん、そう、あのね、祝日の月曜日だったかな。29かな、ね、29か、楽しいです。いや、でも楽しみだけどさ、うん、ね、みんなで出たかった、みんなで出たかった、ね、見学お願いしよう。あれなんだね、あの緊急生全員で出た、ね、あんずさんとかいないよね、うん、え、そうなの、そうそうそう、お仕事。ありがとうございます。いないときはさ、選抜のお仕事かなっていつも思う。ね、それな。うん、みーたんと近く行き、おお、ありがとうございます。みんなで遊び行きたい。早く温泉行きたいの。行きたい。行きたいよ。温泉行きたいの。ずっと行けない、うん。行こうって言って何ヶ月経った？ね、2ヶ月とか。それな。本当に行こう。はい、で早く。ね、行きたい早く。急にね。仕事が入ったりしちゃったらね。ね、え、なんかさ、公演の日さ、あんまり歩かん方がいいんかなとか思って、なんか急に呼ばれたりした時、なんかそう、普通のさ、あの先輩の公演の時にさ、うん、あのなんか始まる前とかね、うん、なんかファンの方たちがいっぱいいるじゃん、うん、でさ、パルコとかさ行ったら絶対やばいじゃん、やばい行っちゃったんだよね前あ、やばい、今日そうだと思って。でも時間、なんかまあでもさ、そう、ほぼ毎日やってるしね、うん、そうなんだよね、そう、結構その周りうろちょりしちゃった。うん、しょうがないよね。ありがとうございます。まあまあ、きっと。でさ、ね、あのさ、今日友達話してたんだけどさ、はい、あのユニバーの年パスめっちゃ安いの。え、そうなの？2万。え、安？え、普通にさ、なんで？めっちゃ行き、え、5回行ったら、ね、え、違うもん、2回で、2回で取れるよ。え、そうだよね。私は2回で取れる。大人の料金だから。やばくない？え、私も本当だよね。高校生とかあるから、え、高校生、なんか高校生、高校生する、なんか、ね、パルコにおじさんいないから大丈夫だってそう、え、行きたい、友達になんか言われて、うん、2万だよ、今っていうか2万だよって言われて、え、やばくない、2万ってやばいよね、行ったらさ、もう4回、もう10回行っちゃったらさ、そうそうそう、ただで行ってるようなもんだよね、そうなんだよ、しかもこっからだと安いじゃん、うん、そうだよね、ね、行きたい、行きたい、みんなで買おうみんなで買おう、みんなで、こんにちは、こんにちは、やばいね、2万ってやばくない、2万やばいよね、もう普通に普段通えるやん、うん、そう、通えるやん、あ、12歳以上だった、だから2万だ、みんな、え、やった、え、マジやばくない、でも子供11歳までが1万4000円なんだって、めっちゃ安いよね、ミヤリ姫たち惜しいね、ね惜しいね、惜しいね、夢の国は高いよね、年パス、うん、夢の国、年パス今売ってないんだよ、え、そう、え、なんかコロナになってからなくなってるね、そうそうそう、もともと何円だったんだろう、10万とか20万とか、高いよ ね、 高いよね、高速バスだったら安いんだ、なんか新幹線、うん、かなんか電車わかんない、特急とかだったら90分で行ける、うん、早いよ、ね、あ、そう、新幹線だったらそのくらいで、そうね、でもあれだよね、新幹線は高いよね、そう、うん、だから大阪までのバスだったら安いのに2000円とか、え、そうです、めっちゃ安くない、そうそう、安すぎ、いいね、だからやばいよ、本当に激安で行ける、近鉄でも行ける、うん、そうだよね確かに、いいね、ご飯代しかいらない、行った、え、で1回行くんだったら買った方がよくない、うん、そうなんだよ、行きたい、ね、マジで行きたくない、行きたい、食べ物食べ行くだけと、え、そうそうそう、ご飯、あ、うちあの遊び行くだけど、そうそうそう、ね、え、いいね、
そうなんだよ、めっちゃいいんだよ。あと写真撮りに行く、ね、すごくない？そうそうそう、めっちゃいい。1ヶ月に1回計算でさ、いけるよね。あ、そうなの、そうなの。激安。いつか3人でタコパ配信してほしいだって、したいね。したい、したい。ジェットコースター、みんな乗れる？乗る、なんかね、あのよ、白芸ってわかる？あの長島のさ、めっちゃブワーって白いなんか、でっかいジェットコースターあるんだ。そう、それは無理だけど、そういうのは、だけど、いける。いける。だいたいさ、そういうなんか、うん、長島とかガチじゃん。うん、ガチガチガチ。確かに。ガチアトラクションだけどさ、ね、年パス入れない日もあるんだ。あ、そう、入れない日ある、けどひどい。まあそこまで1ヶ月に、うん、まあ、10日多くて10日とかかな、うん、でも年パスだから1年間でしょ。そう、じゃあさ、めっちゃすごいね。すごくない？大阪の人とかみんな、でもジェットコースターめっちゃ大好きだから何でも乗れる。乗れる。富士急の、なんかなんだっけ、なんだっけ、 A じゃないか、あー、とか乗れた、乗れた、乗った。富士急行ったことない。行ったことない。なんか一回さ、習い事のやつで行ったんだよ、その時に乗ったの、その時めっちゃマジ怖かったけど乗れた。何よね、絶対なんか頭から落ちたの。え、死ぬじゃんと思って。頭から落ちた。あの、あれなんだよね、正直ガチ系のジェットコースターのところが、なんかちゃんと、こういうのちゃんとしてくれてるのかわかんないから、確かに怖い、ね、落ちそうで怖いね。今日死ぬんじゃないかと思った。そうそうそう。思うよね。死にたくないんだ。ジュラシックパークだっけ？あれでもう死ぬかと思った。あれだよね、あの、お腹か恐竜のこういうやつ、ね。あ、それそれそれ。ある？なんかユニバ行ったことない。あ、そっか。ね、そう。大阪遠すぎて頭から落ちる。よ。怖っ。なんかまずさ、こう座るじゃん。で、そしたらなんかもうガチャンってなったらこうなるの。やばいよ、でそれなんかこうやって、え、こうなんか鳥みたいになった気分みたいな感じで、鳥じゃなく、そう、こう、こういう感じ、やば、自分の体がこっち、前髪もおかしくなりそう。スプラッシュマウンテンも怖くない？え、全然怖くない。うん、なんかさ、夢の国はさ、うん、結構緩めなんか、そう、緩めなイメージがある。ちょっとビッグサンダーマウンテンスなんだよね。ビッグサンダー楽しい。でもなんか怖かった、なんかジェットコースターじゃないけど、エレベーターのやつ、あ、わかるよ。なんだっけ、タワテラ。あれ見てこなかった。やばかった、死ぬかと思った。フライング荷物見て落ちるかと思った。フライングダイナー、ダイ、あ、フライングダイナソー。そう、もう絶対無理だと思う、乗ったら。でもなんか富士急のそれ乗った時は、靴脱いでくださいって言われた。アクセサリー全部外して靴脱いでくださいって、飛んじゃうから言われた。フライングダイナソー、シューズバンド渡される。あ、そうなんだ。うちから行ってはね、見ましたよ、あれで。レッドハート。うん、じゃん。今、今売ってるのか。え、スペースマウンテン終わっちゃうの？え、そう、終わっちゃうらしい。え、ガチ？日本もなくなっちゃうの？いや、やめる、やまるんじゃなくて、あ、止まるだけ。工事？あー、よかった。終わっちゃうかと思った。大丈夫。なくなっちゃうんだと思っちゃって。え、本当にディズニー行きたくてやばいですね。ディズニーな、行きたいよね。マジ行きたい。行きたい。どこにでも行きたいですね。行きたすぎる。行こうね。おお、マジで。なんかさ、新作とか出るじゃん、カチューシャとか、もうさ、出てくるからさ、嫌なの。え、それな。行きたくなっちゃう。ご飯とかも出てくるじゃん。もう食べないよね。それな。もうそれ目当てで行きたい。本当にそう。チュロス食べたい。食べたいね。なんだっけ、なんか前さ、あの、なんかちょっと短めのチュロスでさ、中にクリーム入ってるようなやつあった。なんだっけ、クリームだっけ、なんか45周年だっけ、なんだっけ、50周年か。え、今ポテトのやつじゃないの？ポテトじゃない、ディズニーってね。え、あのさ、ティポトルタみたいなやつじゃないよね。違う、ティポトルタみたいなのあるけどね、なんか何それ。さ、あの、中にチョコとかが入ってるやつ。え、何？みんなわかんない？あのさ、50周年かな。え、美味しそう。それ食べたことある。めっちゃ美味しかった。美味しそう。取れた。なんかクロワッサンみたい。クロワッサン、クッキーみたいな感じだった。そう、中にチョコとか、あ、いいね、なんか美味しかった。スイートポテト味みたいな。ね、美味しいよね。めっちゃリトルグリーンマン美味しい。なんかさ、家で食べれるやつ出たじゃん、あの、もう家に冷凍で、あれ買ったの。冷凍あんの？
そう。修学旅行で買おうとしたけどやめた。やめた。え、なんかさ、修学旅行さ、ディズニー、あ、行っちゃった。いいよ、行ってもいい。ディズニーでさ、あのさ、こうお土産買えなくて、うん、マジ？なんか迷子になるみたいな人多すぎて、だから禁止で、そう。何味だっけ忘れちゃった。あのそれチュロスのなんかチュロスなんだけどチュロスっぽくないのディズニーの、うん、めっちゃ可愛い、うん、これそれ可愛いよ ね、 可愛いよ ね、 ねそれつけたいのめっちゃ似合いそう。ディズニーご飯50周年のだと思う。50周年でもさ、なんかさ、ブログとかであげんのダメなんでしょ。そうなんだ。ダメなの？え、なんかもうガッツリ写ってるな、ダメみたいな背景とか。あ、そういうこと。あと内容はダメらしい。そうなの。なんかそう、一回あの夢の国へ、うん、お姉ちゃんと一緒に行った時にその画像とか文章を書いて送ったの、うんうん、めっちゃ書いたの、うん、送ったらなんかなんだっけ、遊んでるの遊んでる感じで、なんか先輩はあんま行けないのでみたいな。あ、そういうこと。ダメですって言われて。そうだから先輩が忙しいもんね。そうだから、なんか写真背景がほんと壁とかの写真なら OK らしい。あ、そうなんだ。で、ね、文章はなしって感じ。あ、そういうこと。でもメールは OK だって。あ、メール OK なんだ。うん、待って、やばい、すごい美優のスマホがさ申し訳ない。何すごい揺れるんだってこれ。あ、すごいできない。今配信つながってる。そうそうそう、なんだっけそれ、パンか、パンか、パンか、見なさいね。あ、鏡忘れた。あ、最悪。持ってる。え、持ってる。これはファンの方からいただいたやつです。いいね。ココって書いてあんの。見て、そうなの。ココ。え、かわいい。すごくない？見て。え、すごい。かわいいよね。どうぞ。ありがとう。え、それジルのブラシでしょ。そう、めっちゃかわいいよね。かわいいんだけど、めっちゃ。かわいい。かわいい。大好きジル。かわいいよね。うん、めっちゃかわいい。なんか一番さ、初めに手が出しやすいさ、コスメブランドって感じじゃない？うん。え、それな。しかもめっちゃかわいいから好き。まあちょっとお高いけど、うん、みたいなね。わかる。なんか中学生の時とかに友達に誕生日プレゼントとかであげるのジルが定番だった。うんうん、確かに確かに。でなんか結構ジルかマックかみたいな。うんうん、ああ。なんかさ、色のない、あ、色がさない、うん、ないか。ちょっとさピンクっぽいさリップグロスみたいな、わかる、うん。あの、こんぐらいの大きさの。あ、わかるわかる。あれをあげてた。バームみたいなやつだよね。私もあれあげてた。あれさ、絶対使うじゃん。何が何でも。あれめっちゃ使うから。ちょっといい匂いするやつでしょ。そうそうそう。しかもちょっと色つくの。そう、可愛くて、ね、そう。しかもあんま高くないから。ね。そう、いい感じ。マック、マクドナルド。マックってさ、あのマックで黒いやつでしょ。黒いやつ、黒い。匂いがバニラみたいな匂いするやつ。マッサラします。そうなの。そう、私あれさ、なんだっけ、コロナの時につけてたらマスクなんかマジな匂いですごいいっぱいになっちゃって。味覚あったんだ。味覚じゃない、違う。匂いだよ。聴覚。あ、聴覚。聴覚も耳じゃない？鼻？嗅覚。あ、嗅覚、嗅覚。そう、嗅覚。マジで本当にやばかった。もうなんか香水つけすぎた時に酔うみたいな、うん、そういう感じだった。そんなのね。でもなんか軽井沢のなんかアウトレットがあるんだけど、そこにね、あのマックのアウトレット価格で買えるやつがあるの、リップ、うん、そこで買ったことある。私もそこで買った。あ、本当？そう、アウトレットで買った。アウトレットで買った。チキンタツタ理由食べたいですね。え、半額ぐらいで買えるよね、うん、そこ。チキンタツタ食べた食べた、え、食べた。チキンタツタって何？え、マック。マックマックマック、え、なんか、なんかチー超ルンスイみたいな。ユリチー、ユリチーね。ユリチー、ユリチー、ユリチー。食べた？食べた。美味しかった？めっちゃ美味しい。あ、ほんと？美味しすぎるよ。あ、ほんと？すんごい美味しい。超ルンチ
が出てこない。おもろ。え、でもなんか、え、でも美味しかった。ユーミンチーズなんか入ってるよね。なんか、え、普通のやつだった気がするんだけど、もう一つ、うん、なんかユーリンチーズか。あ、そう、ね、そう、チーズ入ってた。いや、なんかお弁当でよく出るよね。おー、出るね。そう、確かにユーリンチーズ。トーク会の時とかさ、かぶってないから出てないから。お昼だったかな、うん、みんなと全然違う。違う、確かに確かに。でもね、あのね、ツーショット会の時は6部だから、うん、早くみんなと会える。会える。私たち何部？何たち？一部とか。一部とかかな。早いよね。私1、2か、うん、1、3かどっちかやったら。これ食べたい、ご飯。え、美味しそう、ね、ご飯バーガー美味しいのかな。え、何、ご飯入ってるの？ご飯がパンの代わりなの。そういうこと？そう、ご飯が入れてる。え、美味しそうだよね。美味しそう、マック食べ行きたいな、ね、前食べ行ったばっかだ確かに食べ行った食べ行ったばっかだった。ベーコンポテトパイ食べた？食べた。美味しそう。食べたい。美味しかったよ。いいなぁ、ね、ずっとマック行ってない、本当に。あ、マジ、うん、全然どこにも行ってない最近。今日、ご飯のバンズ？何それ。あのバンズってあのパンのこと、ハンバーガーの。へえ、ご飯立つと美味しいよ。美味しい。11日はリンクヘーヘーベー、なんて読むのこれ。おはみーたん、ありがとうございます。リンクトコノメビーチ。トコノメ、トコナメ、トコナメビーチ。花火があるよ。お、見れるんだ、そこで幕張。幕張じゃない、花ちゃん。幕張じゃなくて、ありがとうございます。あ、そっちか。ありがとうございます。トコナメは愛知だよ。あ、そうなの。そう、愛知コストコあるよね。そうなの。イオンもある。うん、なんかイオン多くない、ね、そこでフェスあってさ。あったね。あ、そうなの。あったよね。あ、ったっけ。なんかそこでさ、コロナ流行ったみたいな。あ、マジで。あ、そうなんだ。あった気がするんだけど、違ったかな。今すぐがやばい、やばいやばい。何1個に分かる。ここにすごい黒くなってる。あ、本当だ、固まった。え、なんかマスカラ取ったりビューラーするとめっちゃ固まる。なんかさ、ビューラーとさ、ピューラーの違いが分かんなかった時期ない。ピーラーじゃない。あ、ピーラー。え、ピューラーだよ。ピーラーってさ、人参とかのさ。え、そう、ピューラーでしょ。ピーラーだよ。ピューラーだよ。ピューラーだよ。ピューラーだよ。長野県ではピューラーなのかな。ピューラー、ピーラーじゃない？ビューラーとピューラー。え、ピューラー？ピューラー、ピューラーだよ。え、ビ、え、ピューラー？え、あ、でも確かにピューラーでも出てくる。ピューラー、ピューラーだよ。じゃあどっちも合ってるとか？え、でも、うん、ピーラー。長野県って調べてみて。え、ピーラー？皮むき器ピーラーだよ。え、長野県は長野県、長野県って言ってみて。ビューラーとピューラーだよ。長野県。呼び方、え、長野県ピーラーじゃない普通に。え、嘘、特に書いてないね。え、ピーラー、え、じゃあ私ずっとさ、ピューロー、ピューローって言ってた。ピューロー、ピーラー、ピューロー、セミカンドにご入れくださいね。ありがとう。ピーラー、ピーラー、ピーラー、ピューロー、ピューラーって言ってたんだけど、多分ビューラー、ピーラー。確かに混ざるよね。似てるじゃん。だからさ、でもずっとさ、ピューラー欲しい、ピューラー欲しいとか言ってさ、うん、ピューラーって言ってた気がするんだよね、ずっと。それ、人参とかむくやつねってずっと言われてたけど。そうそうそう、ピーラー、ピーラー、そう、ビューラーとピューラー、ピューラーって言ってたわ、やっぱりずっと。ピーラー、なんか皮が英語でピールだよ。あ、そうなの。そうなの。そう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 、だからかな。そう、うん、そうなんや。新しく知ったね、今ね、新しく知った。まつげあげるのはビューラー、人参を抜くのは、抜くのはピーラー。そう、え、ピーラーって面白いね、なんか。何がピーラーって面白くない？ありがとう。ああ、いやいや、こんにちは、こんにちは。ピーラーか、でも確かにピーラーって言われてみろ。ピーラーバーガーはマックよりモスのイメージですよね。あ、ライスバーガー。あー、どうなの、ライスバーガー食べたことない。ない、私も。モス、モ
スってあんま行かないよね、うん、あんまり行かないかも、うん、ないあんまり、ね、ないよね。なんかマックはいろんなところにあるって感じ。モスのハンバーガー好き。ね、フレッシュネスバーガーって知ってる？何それ？レタスとか？なんかよくわかんないけど、なんかフレッシュしてそうや。フレッシュ元気そう、なんかそれ。フレッシュネスバーガーってさ、多分ちょっと有名みたいな。そうなの？チェーン店なんだよ。でもさ、初めてこの間見た。前髪が伸びてきました。前髪が伸びてきました。伸ばしてるの？伸ばしてるの？なんかさ、めっちゃグリーンっていうアイドル前髪にしようとしてグリーンっていう感じ。そうそう、伸ばしてる今。キングバーガー？あ、バーガーキングだった、うん、キングバーガーじゃないの？バーガーキング。そうなの？バーガーキングも美味しいよね。バーガーキング美味しいよね。でもなんかちょっと高いイメージある。え、それな。ね、少し高いよね、パンとかより。マックがちょっと安いんだよね。でもなんか物によっては高いよね。でもやっぱ高いのが好き。あ、高いのが。いや、そのが美味しいもん。そう、確かにそれはそうかも。お肉がね。うん。サムライバーガー。うんうん、わかる。サムライバーガー。それもサムライケンタッキーも好き。あ、ケンタッキー美味しいね。あんま食べてないケンタッキー。トルティーヤとか美味しいよね。あ、美味しい。ち、なんだっけ。なんか。照り焼きチキンのトルティーヤが美味しいよね。食べたくなってきちゃった。ねえ、食べたい。昨日さ、うん、え、かわいいんだけど。どこで？サーティワンか。サーティワンの。かわいいよね。なんか誕生日とか。妹誕生日だったね。あ、そうなんだ。めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛いよね。美味しそう。めっちゃ可愛い。可愛いよね。めっちゃ可愛い。なんかさ、全部美味しそうだね。そうそうそう。なんかさ、ちょっとさ、不気味なやつとかあるじゃん。これないね。ちょっと色がさ、色がまとも、色が普通なんだよ。美味しそう、めっちゃ。色がまとも面白い。チョコも美味しそう。え、美味しかったよ。ね、美味しそう、食べたい。めっちゃお腹すいた。お腹すいた？花の妹おめえだって。ありがとう。16歳おめでとう、ありがとうございます。プチカフェ選抜メンバー3人は呼ばれてきたけど、みゆちゃんだけいなくて。あ、本当にいなかった。楽しみ。何に？じゃあ先輩メンバーだって3人は呼ばれて来てたけど、みゆちゃんだけいなくて寂しい。どこにいなかったの？え、プチカフェ。あ、そうそうそう、あの、あれ、ベースボールのやつだ。行きたかった、あの、あれ、飲み行きたかったの？え、まだある？え、あのね、21日まで。あ、まだある？今まだそれだとしてない、今の状況。え、してない気がするんだけど。え、だったら飲み行きたいけど。そうだよね。今行っちゃいけないやつ、絶対。でも今日って、公園あるんじゃない？ある。手つなぎ公園だっけ？あ、手をつなぎ。鉄な月って6時半だって。マジで？あ、会えないじゃん。え、そうだね、会えない。昨日一昨日か、お久しぶりに会ったよ、ね、めっちゃ偶然だったよね。ね、ねえ、今日公演ないって。あ、ないんだ今日ないの？ないって。あると思ってた。え、でもさ、なんか、え、ある？みんな、あの、まだソールドアウトしてない？でもこれさ、行ったらここ向かってきちゃうんでしょ、ね、確かに。だから行かない。行かないよ。行かないけど現状を聞きたい。19だっけ。ね、ミユのドリンク美味しかったんだよね。めっちゃ美味しかった。飲んだ。美味しかった、飲んだね。見た。あ、今日あれだって、あの、トークイベントだったって。あ、そうなんだ。まともなのミユちゃんのだけだって、ドリンク。美味しそうだね。え、でもさ、どんちゃんさんのラーメンでしょ。うん、ね、ね、麺がなかったんだよね、うん、こんにちは、こんにちは、ありがとう。みんなでって、みゆちゃん以外に誰かいるの？はななんいるよ。そうだよ、はなちゃんいますね。土日で完売しそうだって。あ、本当に？マジ？そんなに飲んでくれる人いるの？嬉しい。ラーメンスープとは？え、なんかラーメンのナルトとか入ってるやつだよね。そうそうそう、メンマ入ってた気がするんだよね。すごいよね。自分のやつ飲みたい。欲しい。え、多分最初飲めるよね。ポンジュースかな。ポンジュース。だからマカロン乗っとるかもしれん。確かに。マカロン高いからな。確かに、うん、そこはマカロニじゃない。マカロニでマカロニで行こう。マカロニで行こう。え、花なんだろう。お花、お花かな。え、花ちゃんね。なんかさ、緑と黄色って感じ。あ、確かに。もっとペンライトカラーがあって。レモンとか。あ、ほんと？
ツミータ。え、でも自分は全員色だ。第6巻緑結構似合うなって思う。うん、ね、そうなんだ。なんか他の色じゃないなって。なんかさ、あ、仲間のとか緑じゃん、うんうん。めっちゃ緑のイメージある。え、だよね。自分でも思う。ちょっと黄色のイメージもあるんだけど。え、やばい。黄色もある？黄色もある。来たんだけど。早っ。早いよね。え、じゃあもうあと来月ぐらいで来るね。おつみーたん、ありがとうございます。おつみーたん。おつみーたん。すごいボンジュール。はなちゃんの推し栽はスプライトみたいだな。確かに。確かに言われてみれば、そうや。面白い女、ありがとう。そうだ、みーちゃん何色だっけ。え、みーよね、赤ピンク水色。なんかカラフルだね。そう、カラフル、ね、みなみちゃんもそんな感じの色だよね。みなみちゃんね、何だっけ、ピンク水色、紫だったかな。あ、違うか、え、紫から入ってたよ。違うかな、ピンク水色、ピンク水色、白とかだった。赤、あ、白かも。え、白入ってないと思う。入ってないかな、うん、入ってなかった。だから似てるよね。うん、そう、似てる。なんかカラフルな人みんな似てる。え、それの、ね、ユアとかもそうだよね。うん、あとみゆさん、ニーナさんとも似てて、赤ピンク水色で、赤ピンク白なの、ニーナさん。うん、そうなんだ。前勘違いしちゃった、自分だと。え、でもさ、するよ。するよね。だってさ、ピンク2本の人いてさ、うん、あ、自分だと思ったら、あ、違うわと思った。あ、ピンク2本じゃなかったわと思って。そうね。そう。私めっちゃココハと間違える。あ、似てるよね。うん、ココミも似てない。似てる。ココミも似てる。水色、緑。青い緑だった。あ、青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 いね。なんかココミンとココハが似てて、ココハと花が似てる。あ、そうだね。青、緑、黄色でしょ。うん、似てる。ピンク、水色、白だって、ミワビーム。ユアちゃんと似てます。ユアもね、赤、ピンク、紫。ピンク2本はオルジさん。確かにユアってそんな感じするよね。うん、する。なんかさ、めっちゃ不気味な色混ぜてそう。どういうこと。お腹空いた。え、使えるって。え、使えるの？6時ぐらいまで。使えるらしいよ。え、6時くらいまで？あ、違う、みゆちゃん。あ、そう。みゆは、でも、もう言うてね、時間がね、ないんです。50分だったらやめようか。うん。そうだね。いや、でも待って、でも15分だから、練習するか。うん。練習するか。練習しようか。でも着替えたらもう時間ないよ。着替えんのこれ。でもこれでなんかやるの。あ、そうなの？そう。え、また着てるの？え、あの、ズボンね。あ、そういうこと？別にそれでやってもいいと思うけどね。本当？うん。下を着替えるってこと？そう。ジーパンじゃなかったらあれで。確かに。確かにね。お腹空いてやばい。第6巻できる気がしないわ。あ、もし合いとしても。絶対難しい。何それ？みたいな、こんな感じじゃない？うん。こんな感じ。ここわかる？こんな感じでしょ。てっちゃん、はい、そうです、なんかあるんですよ。これはほら来た恋のライズ。あ、違うの。なんだっけ。みんなやる。できた、できた。こんにちは、こんにちは。2人ともあれか、プライド、オオカミ、プライドカーメンですね。そう。でもさ、オオカミとプライドさ、私とさつきちが一緒にやってる時さ、うん、見てくれてたから覚えんじゃない、うん、踊ると思えばさ、え、でも覚えると思えば覚えれると思う。なんか、思い出以上とかも嬉しそうだけど、うん、絶対無理です。こんな感じでしょ。めっちゃ好きよね。こんにちは。明日スケートリンク飲み、おー、ありがとうございます。飲みたい、飲みたいけど何かな。飲みたいけどでもさ、明日もさ、明後日も行けないじゃん。今日も行くじゃん、うん、だからダメだ。確かに行けない。そうだよ、ね、飲みに行けないっていう悲しい。この声は倉本氏。え、この声は倉本氏って。倉本氏、倉本氏だよ。
クラフト。あさっては飲みに行くかも。ハゲてる。飲み行きたいね。飲み行った。けどみんなに見つかるから。そうだよね。すごいね。見つかったらどうなるんだろうね。話しかけてくれる。いや見つけたことあるよ。本当。見つけた。本当に。見つけたことある。あいるなって思って見たこと見たことある。さ前さ、うん、飲み行ったんだって見えちゃった。行ったの。そう。なんか別の。東海の時だったから。そうそうそう。でめっちゃ買ってる人いたよね。うん、マジ。めっちゃね身を潜めながら飲んだ。えなんかさ前みゆちゃん いなかったか。うん。いなかった。え観覧車乗ろうとしたよ。あ、いた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 かいたか。月一とでしょ。あれやばかった。みんなで時間に少しずつ帰ってたやつね。ね。そう。なんかめっちゃ近づいて、うん、やっぱやめたんだよね、やっぱやっぱ緊張しちゃったんだよ、なんか乗りたかった、乗りたかったよね、乗りたかった、なんか公演が終わってたから、うん、そう行けるなって思ったけど、うん、みんなちょっとねやっちゃめよう、そうやめた、そう怒られた、怖いから行く寸前まで行ったんだけどね、そうなんか近くの観覧車だと怒られるのかな、わかんない、どうなんだろう、何の緊張、えバレる緊張、あそうなんですね、でさ逆にさ、うん、でもさ帽子とかメガネとかかぶってた方がさ怪しくない、怪しいよね、だから堂々と言った方が怪しくないよね、めっちゃ怪しい、でもさママとお姉ちゃんと、うん、なんだっけお披露目の、うん、次の日か、うん、観覧車乗った、どういうお披露目の次の日なんで自分か多分お披露目の次の日だったと思うんだけど、あれはカンナシメンバー、カンナシは結構メンバー乗ってるって、ほんと、カンナシはさ、もらえたじゃん、剣じゃないメンバーの、ね、あれを、ね、そう集めるために乗ったの、してくれたら嬉しいです、街中だったらスコイボンジューって声かけられてもびっくりしちゃうかも、びっくりして逃げるかも、意外とわかんない、カンナシはね、実際さ声かけてもらったら逃げちゃうかも、びっくりして怖いよね、なんかビクってなる、うん、そうビクってなる、だってでも嬉しい、まあ、知ってる人だったら怖くないか、うん、なんかさ声かけとか知ってる、ほんとさ、なんだろう、なんかファンの人かもって思って、もし同じ人だったらこの間めっちゃ怖かった、怖かったよね、本当に怖かったの、あ言ってたね、なんか声かけ、ミヤビームとさやばかったよ、ヤナに助け求めたら逃げたの、そうなんか浜とさやちゃんが一緒に歩いてたんだよね、一緒に歩いてて私とミヤビームがちょっと前の方に歩いてたら、なんかめっちゃさおじさんみたいな、おじさんじゃないけど、うん、なんか、うん、なんかよくけっなんなん、まあ、そんな若くもない人が、若くなんかもうなんか言っていいのかな、まあ、いいよいいよ、ナンパしようと思ってて、そうそう、本当びっくりしてやばいよね、遊び来たのって言われて、えってか別寸着だったの、そう普通にこっちゃんと、だってこっちゃんとミヤビームだよ、そうえねえちっちゃいよね、ちゃメイクもしないの、うん、本当になんかただジャージ着てるしって感じだったの、でだってさ、まあ、こっちゃんは分かるかもしれんけど、ミヤビームだ、ミヤビーム一緒に、ミヤビームちっちゃいんやろね、そうやばいね、しかもミヤビームなんかこっちにいたの、やばいよね、でそうそうで声かけられて、えファンの人かなって思ったら、だから一回冷静だったのとりあえず、うん、でもなんかナンパしようと思っててびっくりしすぎて私逃げちゃったの、ほなら行けばいけないそう、あさちゃん後ろ歩いてたからそう、あ、そ私が逃げたの、そしたら逃げた、あっちもあっちも、かったあっち逃げたパンはそんなことしないから安心してねだってそうだよ、え、なんかさ、え、誰かに声かけられてるファンの人かなとか言って後ろに思ったの、え、そしたら冷静だもん、ね、全く知らない人だったっていう、で、しかも、なんかあそこで見たよって後から言われるのは、めっちゃ若い人がしてるイメージ、え、そうなの、確かに、だから、めっちゃびっくりした、え、そうだよ、そう、お互いに逃げたの、あれ怖かったよね、うん、恐怖だった、恐怖体験、恐怖体験、え、そうですね、でも逃げてよかった、うん、よかったよ、街で声をかけ、街で見かけたら声をかけてほしい、一人の時じゃなくてよかったって思った、うん、かけてほしいよ、街で、なんかびっくりしちゃうかも、びっくりするけど、嬉しい、なんかめっちゃ怖かった、スコイボンジルって言ったドスコイボンジルって言われたらドスコイボンジルって返す
いやみんなドスコイモンジュールって言ってくれたら、あ、ファンの人だってわかるから、うん、それあったらいいけど、すいませんって言われたら、あの見えるかも、うん、ドスコイモンジュールって言ってくれたらいいよ、おつみたん。でもさ、例えばこっちゃんとか言われたらさ、うん、そしたらあーってなるよね、なるなる、けどすいませんって言われたら見てる、でも誰に呼ばれたか分かんなくてこうやってなっちゃいそう、確かにね、どこどこどこってなるよね、ドスボンっていう、あ、それはいい、確かにそれもドスボン、ハナなんだったら何だろう、私、ね、私でも何でも何だろう、私、あ、おはみーたんって言ってくれたら全然いいんですよ、おはみーたん確かにいいね、でもさっきの数字があっておはみーたん逆に怖くて逃げる、怖い、面白い、え、なんだろうね、私、うつに何もないかもしれない、何もないかもっていうか、ハナなん、花持って登場したらいいんじゃないかな、どういうことファンの人が花泣いたら花へそういう感じで花渡すの、ほんと逆に怖いよ、どういうことだ、作りのボンテールって分かりやすい、そう、いい挨拶だよね、分かりやすい、そう、作ったんですよ、だいぶ前だけどね、うん、でもおはみーたんよくない、おはみーやね、だから押してみゆよくない、あーいいね、押してみゆってきたらちょっと押してみゆってきたらさ、笑ってそう、あれあれ、はい、なのにあそこの岐阜の岐阜弁のお姉ちゃんっていう、岐阜弁のそしたら逃げるでしょ、え、なる声かけられたりして私イヤホンつけちゃう、あ、なんか知らない、なんか知ってる人ならあれだけど、うんうんうん、で確実にファンの人って分かる第一声がいいと思う、あ、違ったらイヤホンつけ出すから、やっぱ花渡した方が早いよ、花渡して他の女の子におはみーたんって声かける発信したらどうしようって、もうそれはねもう怖いですよね、でもさ逃げたらその人捕まんない、確かに他の人にさ、確かに、ごめんなさい、アイドルと勘違いしてって、ね、え、そういうことよね、普通の子にってこと、普通の子って、うん、違う、あ、自分にさ、もしこう言ってきてくれて例えばドスボンってきたとして、でもびっくりして逃げたとする、あ、そしたらその人が変な人だと思われて警察がいたら捕まるみたいな、そういうこと、確かにね、やだ、ダメそれはダメだね、でもこっちの方がドスボンって明るくしてほしい、明るく来てほしい、ニックネームで声かけて OK ですよね、でも、合うかも、ハナちゃんは自衛隊のスカウトやったけど、自衛隊のスカウトって受ける、自衛隊のスカウト、リアルでもね、でも緑の花ってさ、なんかさガーベラとかそういうのはなくない、緑、うん、黄色はあるか、あるある、緑あるよ、ね、緑ある、ある、え、なんかさ、ある、葉っぱ、あっ緑あってると思うよ、本当だ、あるじゃん、でもさ、あんまりこういうのもらって嬉しくないよね、なんか謎だよね、緑、いいじゃない、なんかカリフラワーみたい、え、可愛いでも、え、本当だ、ブロッコリー感すごい、でさ、サイリウムで行ったらさ、ピンクピンク白だからめっちゃ可愛くなんない、うん、何で花束とかもらうときってこと、そう、なんかもらったの、公園のめっちゃ可愛かったピンク白って感じ、ってことは私こんな感じになるってことえ、でもさ、でもさ、黄色、え、でもさ、生誕祭とかなるしない、黄色緑、確かに、でも可愛いんじゃない、ん、あれ、すいません、何、何これ、なんかあるんだけど、わかんない、後で見たいじゃん、ね、見よう、え、でもなんか、え、わかんない、なんだろうね、黄色緑でバカの、あ、嘘でしょ、無理無理無理信じるんだけど、ねえねえ、かわいそうだよ、うん、え、やだ、なんでなんでなんで遅いの、え、でも、え、ステイステイステイして、待って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 、やばい、みゆちゃんはいないじゃん、ねえ、あ、あ、待って、何が起こったね、やだやだやだ
教えられないけど無理だ。スーツのバッグやだ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 無理だよ。やばい本当に。ちょっと今日は。今日はあれだね、あ7時ぐらい寝ようかな、うん、無理だわ、7時で、え？でも今日めっちゃ遅くなりそうなの、やばい、え、待って、え、無理、え、どうしたらいい、やばいよ、え、なんで、なんで、え、なんで、明日何時からなの、開始は、開始、うん、え、なんで、無理だよ、睡眠しちゃうよ、無理だよ、ほら関係はやばい、こんなことある？え、それ怖いんだけど、恐怖なんだけど、赤と黒の混じり、何なの？え、めっちゃ早いね、え、こっちの方がよくない？まだマシじゃんって、うん、私もだよ、同じ？同じか、うん、え、でもさつきち一緒だよ、え、みーは誰と同じ？これそうじゃない、ここ一緒じゃない？一緒じゃない、え、そう本当の、俺ハンナは？こちら一緒？一緒、なんで？やばいよね、うん、あ、分かった、今日はだからだよ、あ、そういうこと？今日だからだよ、え、もう今日、明日ママに送ってもらおうか、いいな、でもママがいいよ、うん、安全、やばい、本当に寝坊してくるかも、やばいよね、結構やばいよね、もう頑張ろうね、え、何時に起きればいいの、それは一体、え、やだよ、寝坊をしてなんかいけないでしょ、え、してから来るの、戻って10分ねえ、やだ、もう無理だ、分かんない分かんない、何時に起きるの、4時間に合わない、4時はやばいよね、ちょっと、え、やばいね、やばくない、え、5時は間に合わないわ、起きても、マジやばい、やっぱだって私もやっぱやばいました、衝撃的だ、待って、なんだっけ、あ、なんか大晦日の時めっちゃ早かったよね、早かった、うん、あとさやばかった、名古屋ドームの前でさ、バンテリンドームの走ったの、ね、早かった、早かった、今日泊まってこっかな、ここに、え、マジで泊まりたい、ね、泊まれるもんなら泊まりたいんだけど、なんだっけ、おはー見た、え、6時だよ、大丈夫そう、大丈夫、みゆちゃん、うん、だってあと15分あるけど、でも、あ、そっか、何してたの、やってないまだ、一回も、何が、あ、の、言えないけど、でも家で、ああ、いやね、やばい、明日全然、でも明日そうできるよ、朝、確かに、だって、え、そうだよね、早いけど、できるの、だってできることはできるくない、その場で、あの、そこで、あ、そういうこと、あ、うん、でも私めっちゃ早いから、これじゃんか、文字が弱いじゃんか、でさ、出るのがさ、ここ、え、これ何、あ、なんで、あ、じゃあこの時間に入る、え、うん、私は、あ、これで、うん、なんでやねん、え、なんで、あ、あれじゃない、これあるから、でも、でもなんでって感じじゃない、うん、まあ、まあいいや、もうさ、やばいね、眠た、いやー、どっちの夢は、なんかさ、ここで配信するとさ、ライトたくさんだからさ、うん、ね、めっちゃさ、なんか暗くなくていいよね、確かに、ね、黄色いよ、黄色い、黄色くない、大人になりましたが、誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、
もう22時までできるようになったのか。じゃあ幕張から帰ってきてもできるね、一緒に。うん、しようね、一緒に。そうね、しようしよう、よしよし、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。で、みやちゃんのプレゼントでどうしようと思って。本人いんのに。そうなんだよ。ありがとうね。どうしようと思って。そう、どうしよう。本当にどうしよう。でさ、バッグは持ってるじゃん。そう。だから、まあ、でもバッグっていくらっても意外とね、ありがとう。使えるんだよね。嬉しい。ね、バッグは本当に何個あってもいい。かわいいもんね。日ごとに使えるからね。でもさ、あれじゃない、旅行、旅行っていうかさ、ちょっと遊び行くときのバッグとかでもいいかも。確かに。ありがとう。バットとグローブ。ちょっとさ、ちいかわ、あ、ちいかわ好きだよ。ちいかわね、ちいかわ見るといつもみゆちゃん思い出す。え、マジで、うん、あ、みゆちゃんだみたいな。マジで、じゃあちいかわみゆちゃんみたいな。カレー食べてる、いいね、カレー食べたいかも。確かに、あれ、ステーキカレー、あれ、あおむすめさん、終わった？落としてない、忘れてた。あ、まあまあまあ、マジで、うん、ありがとう、嬉しい。あと1個だったんだよね。そう、そう、あおみさんの、そう、マジで嬉しい。みんなショールームで紹介してるみーちゃんの生誕祭バッグ、正直ピンク恥ずかしい。で、恥ずかしいですか？ピンク？あ、なんかね、文字がピンクなの。押してみる？そう。え、いちご書いてあったっけ？いちご書いてある、うん、だっけ？で、さつきちのさ、あ、ね、セーター T シャツ、そう、うんうん、そう、ゲットした。ゲットします。え、いつ行った方がいいかな？え、10分ぐらいにした？10分ぐらい、そうだね。8分ぐらいにやめる。え、なんだろう、なに、なんだろう、なんだろう、なんだろうって感じ。なんだろう。ゲスト、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。早い、明日。ほんとだ。いや、意外とこれからね、遅いかも。あ、まあ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 。でも、え、どういうこと？あ、そういうこと。あ、なんだ、なんか音だ。こっから覗けるんじゃない？覗けるかな。どうだろう。そう、もう楽しみにしてください。配信じゃない、うん。え、なんだろう、何？でもみゆちゃんメゾンドフルール好きだもんね。そう、ね、好きなんだよね、めっちゃ可愛い。メゾンドフルール、ね、結構こっちゃんの影響、こっちゃんの影響。あ、そうなんだ。こっちゃんが好きでめっちゃ可愛いなと思って。あ、ほんとだ、めっちゃ可愛い。あのピンクのやつがね、めっちゃ可愛い、ね、あのファンの方にもらったんです。あ、フリルのやつね、もうね。そう、あ、なんかさ、メイク道具とかめっちゃ入っていいんだよね。あ、いいね。そう、待って、あ、違うか、あのギフトのやつあったじゃん。ギフト？アマゾンの。うんうんうん。まだやってない。マジ？まだ買ってない。買ってない。うん、買ってない。あのさ、ギフト、ギフト。5000円とかのやつ。そう。買ってない、買ってない。ただ3000円のも余ってる。あ、マジ？あれ期間あんの？ない。ないよね。でもなんか忘れそう。忘れてたもん。それはそう。だって今靴さ、ダンスの靴だから。ないよね。ボール？8分になった瞬間切る。もっと早く切る。8分になった瞬間。8分。今6分。メゾンドフルールだね。メゾンドフルール可愛いな。あと何が好きなの？メゾンドフルール、でもジルスチャート好きだよ。ジルも好き、ね、ジルのバッグとか。マイメロ、マイメロ一緒だ。そう、なんか同じなんだよね。ね、こっちゃんがハマったものもいいよ。気になる感覚がある。わかる、なんかこっちゃんってさ、ちょっとあの着たい服を着てるよね。わかる、なんかそのそう、高校生が着たいって思う服着てる感じ。着てるよね、本当に。ありがとう。私も高校生の頃着たかったって思う。可愛いよね、うん、でもお姉ちゃんの影響だから全部。あ、本当？そう、そうなんだね。服も、服のブランドとかも、うん、メゾンドフルールも全部お姉ちゃんが見つけてきて。へ、そういうこと。そう、だから全部お姉ちゃんから。いいね、いい、これ
可愛いよねこれ。めっちゃ可愛い。壊れたんだよこれ。壊れたの？首からかけるやつ。なんか。え何それ？あのさ。パスケース？うん、あのスマホからかけるやつ。あえあの可愛いやつ？そう首からかける。あ可愛い。そうそう。あれさなんか安かったんだよ。めっちゃ可愛い。買ったの。可愛いんだけど。可愛くない？超可愛い。可愛い。可愛い。めっちゃ可愛い。なんかさパールとかめっちゃ好きなんだよね。ミューバ大好き。パールわかる。でもバッグはなんか基本的に白黒ばっかかも、うん、白持ってないわ。私もさこっちゃんの影響でさアンミール買うようになったからさ。あそうなの？あのエヴリンの姉妹ブランド。そうそうそう大人っぽいんだよねアンミールの方が。こっちゃんに言われて買うようになった。アンミールめっちゃ見るようになった。可愛いよね。可愛い。これはエブリンのお洋服です。かわいい。半袖こんなん持ってるんだよ。そうなんかさこの間さママと一緒にさあのお買い物行ったの、うん、その時に買った。えかわいいね。前田買ったの。そうかわいい。ハッピーになったやば。バイバーイ。コメントギフト本当にありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。